ラガマン。こんにちは。こんにちは。本当長い間18年間素晴らしい時間を君でエスパルスで過ごすことができました。本当長い間熱いご声援ありがとうございました。こんな挨拶すると引退するみたいな。まだ引退はしないんで、まだまだ選手として頑張ります。本当長い間ありがとうございました。伊藤選手ありがとうございました。続きまして、市川大輔選手、ちょっとお願いします。泣いちゃう、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 本当に。DK が入ってきまして。よかったよかった。ありがとう。このような素晴らしい賞をいただいて、ありがとうございます。これは僕一人の力では、いただけないしかないと思いますし、今まで、このチームで支えてくれた選手たち、スタッフ、皆さんの力だと思ってます。今、発表された中で、選手が何人か、出ますけど、今までエスパルスを支えた仲間なので、たとえチームが変わっても、皆さん温かい声援をお願いします。僕も、プロ生活、13年エスパルスやって、ジュニアユースから入れば18年間、お世話になりました。エスパルスで、プレーしたことは本当に僕の誇りです。エスパルスも来年大きく、変わります。これからさらに皆さんの声援が大事になると思います。これからもエスパルスをお願いします。僕もエスパルスの活躍に負けないように頑張って、52号線を冷やかしてもらいます。伊藤選手、市川選手、新規の